一人ぼっちだった、寂しかった。カズくん、かわいい。カメさん、お疲れ3個。シェンさん、花束。山崎さん、お疲れ5個と、かわいい10個、ありがとうございます。ジロくん、お疲れありがとう。いつも一人、私見学の時なんで、みんなマネージャーさんも、2期のさ、今日ついてくださってたマネージャーさんも、じゃあお疲れ帰るねって、置いて帰るねって言われて、で寂しかった。しかもさ、その見学をなんか事前に言ってたんですけど、なんか無理かもみたいな、無理っぽいですってなってて、だからもう無理と思って、今日は終わったらちょっとアイスでも買いに行こうと思ってて、何も軽食とか持っていかなかったんですよ。でも急遽なんか見れそうだから残っていいよって言われて、でずっと公演前にお弁当食べたきりで、ずっと空腹で過ごしてて、さっき先輩の、あの先輩のね、公演の時にいただいたロコモコを食べました。さっきってか今ロコモコ食べた。でもお腹鳴ってる、ずっとロコモコ食べたのに。山崎さん、コウモリありがとう。おみかんさん、お疲れありがとう。なぎちゃん、いさん、ありがとう。お腹鳴った今グーグーって紹介してんの。やすべえさん、お疲れ10個ありがとう。見学してもらいました。あの、アンナちゃん、アンナちゃんとサラちゃんがね、初めてだったから、それを見たくて。あとユミリンさんの生誕サイト、あとあの振り動画とかは見るんですけど、僕こういうの。でも正面から見ることってないじゃないですか、だからせっかくだからと思って正面から見て、細かいなんか振りとかも見ようと思って残って見学しました。カードリさん、コウモリありがとう。安部さん、アイス10個ありがとう。いっちゃん、コウモリありがとう。そう、お見送りは今日はハロウィンだからコスプレしたんよ。今日私が着たコスプレはみちゅさんが着てたやつですね、あの生写真の撮影で。わお、みちゅさんってなった。いや、あのみちゅさんの衣装着てみたいと思ってたからめっちゃ嬉しかったです。で、さらちゃんが私が着たやつだった、グッズ撮影で。ゆうたくん、アイス10個ありがとう。クロさん、お疲れ。りんたろさん、お化け7個。ランズさん、花束ありがとう。ゆうたくん、ありがとう。スタンプ10個ありがとう。こちらこそありがとうございます。銀さん、ハート10個ありがとう。王さん、レインボースター3つありがとう。楽しかったよ今日は。でもめっちゃもう反省だけど、反省はもうちゃんと自分の中でちゃんと反省して、次にちゃんとすることにして、今日は楽しかったこととかを話す。あ、待って、その前にこれ、じゃーん、じゃじゃーん、こちらファンの皆様からいただきました、昇格おめでとうの盾でございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ重たいです、重みが。じゃじゃーん、名前入りです。尾崎シェリカ殿って書いてる、ありがとうございます。飾ります。そう、今日 MC でも触れたやつです、こちらでした。ちょっと重たいから持ち上げれなかった、大事にします、飾ります。ありがとう。持ち上げたらちょっと落としちゃったら大変だから、よく見せたいけど近づけたら多分部屋が反射しちゃうので、ちょっと危険ですね。ありがとうございます。福ちゃん、いいね、2個ありがとう。今日のセットリストは、会いたかったとか、ファーストラビットとか、お披露目公演でやった曲と、あとツアーでやった曲と僕隊の曲をミックスしてる今日だけのセットリストでした。で、なんかさ、リハの時にマイクぶつけてさ、なんかここかさぶたみたいにできちゃってめっちゃ痛い今。
痛いこれ。マイクいつの間にか皮がめちゃめちゃめくれてました。いやファーストラビット懐かしかった。そうでもおもこいとかも全部19人バージョンということでポジションと歌わりも全然違ってるので、そう頭が混乱でした。あーってなった。あとユニット曲2つ出ました。私それも混乱だった。わー山崎さんいいね5個ありがとう。キヨ兄さん帽子2個ありがとう。おみかんさん回復薬、福ちゃん回復薬2個、クロさんハッピーハロウィンありがとう、カメさん回復薬ありがとう、ウアンさんハッピーハロウィンありがとう。なんかユニットのセトリ決まって、これ出たいですって。私あの4周年の時にあのマイカーさんとやったことあるのでちょっとサビの振りは分かりますって言ってたんです。言ってみたらまさかの本当に採用されまして、やっぱ言ってみるもんですね、口に出してみるもんですね。やったー。そう新谷さんのポジションだった。のんちゃんさん一個お疲れありがとう。もう顔が疲れて、いやークマがすごいわ。ひりあすみさん回復よくありがとう。トゥルストゥストゥルトゥルストゥストゥルトゥトゥ楽しかった。あとゆらちゃんのソロ曲がね生で聴けたから、リハでもさなんかリハの時メイク中にゆらちゃんのその声が聞こえてきて、うわーやばーって思って、すごいよあれは。わおわお、だってもうねお金を払って聴くレベルの曲をさメイクしながらさリハの歌声を聴いてたりするのも贅沢すぎて贅沢よ。タルさんお疲れありがとう。クロさんペンギンお化けありがとう、ありがとうございます。本当にすごい今年の歌唱力もね楽しみですな。まだ STU は取ってないので頑張らなくては、頑張らなくてはね。みんなよろしく応援、頑張るね。私も出るんだ。あれ名前順ですかね放送って。ということはゆらちゃんの後にパセリってこと。やばん、やばい。トニさんだるまありがとう100個。ダルさんハッピーハロウィンありがとう。ファイトもありがとう。頑張る。ファイトファイト。ハリーポッターメガネのひげおじさんバラ10個ありがとう。今日はねももちゃんが可愛すぎた。ももちゃんの隣のババナババナって言っちゃった。バナナだ、バナナさそっちを連続するタイプだった私って。ババナさババナって言っちゃった。バナナめっちゃ可愛いんだけど、ももちゃんがターンするたびにもプリキュアいるもん。もう可愛い孫が増えちゃったババの。いちゃんレインボーストありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさんかわいいありがとう。山崎さんレインボーさん2個ドハートありがとう。ババの、まあ、今日はね私はもうねその先輩の公演終わった後ですね一人でソファーに座ってたんですよ。先輩たちがなんかいろいろ片付けとかお見送りしてたりする間ソファーでなんかゴミのなんかゴミ袋の横に地べたに座ったらスタッフさんにあのアイドルなんだからゴミの横に座るなってソファに座りなさいって言われて、はーいって言ってそのスタッフさんがどっか行ったんですよ。で戻ってきて
悪いやつがいるぞって、言うことを聞かない悪い子がいるぞって言われたから、ソファーに座ってたんですね。口だけはーいって返事して、でもちゃんと座ろうと思って座ってたけども、そしたら奥さんがいたので膝に座ってもらいました。いいでしょ、いいでしょ。匂わせの写真撮っていいですかって言って許可取ってあれ撮りました、メールのやつ。めっちゃ寒かった、ずっとこれいたんですよ、公演終わってから。もう自分汗だくじゃないですか。で会場はさ、メンバーがもう踊ってるから多分冷房かなんかついてるんよ、わかんないけど。ずっと寒くて、で上着を取りに行くにも楽屋にあるから、そう楽屋に上着置いてたから取りに行けなくて、ずっとこれで過ごしてました。わ、しんちゃんさん、タワーありがとうございます。猫タワーわー、ありがとう。ちょっと画用紙持ってくる、持ってきます。ちょっと待っててください。クラさん、お墓ありがとう。ちょっと待ってて、ほいしょ、立ち上がりますよ。よいしょ、立ち上がりました。ほいしょ、よいしょ。ああ、剣が、剣が、ああ、剣が、剣が散乱しちゃった。悲しい。ペン。This is a pen。ペンが散乱してしまいました。直します。よいしょ。もう壁向けるのもちょっと面倒くさくなっちゃって、普通に立ち上がっちゃった。あんなに固くなに私ズボンを見せなかったのに、今日はもう見せちゃいました。おみかんさん、ハッピーハロウィン、ありがとう。もう私は元気だよ、元気だ。電気消さないね、電気ここにあるんです。電気消すときいつもあっち行くときです。電気はここだよ、ここにあるから。あっちに今行ったから消しませんでしたよ。いつもなんで電気を消しちゃうかっていうと、向こうに行くときに向こうの電気をつけようとして間違って消しちゃうだけで、わざとじゃないんですよ。クロさん、タコありがとう。これ楽しかったです。あ、ありがとう、ありがとうございます。お見送りパセリ見ましたか？見てないですね。私は見ましたよ。直樹さん、お化け10匹ありがとう。紫か、猫のお化け。あ、お見送りパセリ見た、やったー、ありがとう。猫お化け紫だ。もうアンナが可愛すぎた今日は、ね、みんな可愛い、赤ちゃんみんな。もうサラちゃんも可愛かったね。サラちゃん幸せそうだったわ終始。まあマウンド取られちゃったんですけどね。キスだって左利きの2番で奥さんとサラちゃんがハート作るとこがあるんよ、2人で。公演の前からなんかごめんねみたいなあなたで言ってきたから、そこをちゃんと見ときました。目に焼き付けようと思って。そう、手めっちゃ痛いこれ。そう、皮がベリっても結構深めに向けました。リハの時にね、血が出てて、そうマイクでやっちゃったんですよ。猫お化け。猫お化け難しい。なんか今日眉毛めっちゃ上がってない？いつもかな。
しっちゃうさん、タワーありがとう。ハッピーハロウィーン。まさか2日連続コスプレするとはね。あー、ふわふわだった。はー、猫おばけです。ありがとうございます。絶対お風呂の時さ痛いよね。てかサラちゃんほんと強いんよ。推しメンのさ生誕でだと思ったら次推しメンとユニット曲してるんよ。強すぎるんですよ。もう多分ね日本中というか世界中で一番強いファン一番強いファンです。お、コスプレよかった。コスプレコスプレ、私のコスプレどうでしたかね。美樹さんのやつみほりんからさ、めっちゃなんか美樹さんだったからなんでって言われた。なんでって言われましたが、うん、仕方ないんです。あれはね、衣装さんが決めたので、私が決めたわけじゃないので仕方ないですよ。れいかちゃんの猫が可愛かった。ピンクのめちゃめちゃ、あ、なんか髪出てきてた。あった方がいいのかな、こういうのって。公演中はね収納したんよ、ここ。最初出そうと思って自分でこうクリクリしたんだけど、あれでアイロンで、でもね結局やっぱいらんと思って直したんですよ。おみかんさん、かわいい、ありがとう。くろさん、アイスありがとう。アイス、ねえねえみんな、今何時じゃないよみんな。あのさ、あのさ、31のさ11月の新作見た？私のいいね欄にあるんだけど、朝からみほちゃんからも画像来てさ、なんか私がいいねした数分後にみほりんから同じ画像がなんか送られてきて、めっちゃ美味しそうだった。なんかチョコチップなんとかみたいなやつが美味しそうだった。アイス、でも寒いからねアイスはね、うん、絶対私明日むくむ。さっきロコモコ食べたんだけどさ、帰ってきて9時過ぎにロコモコ食べちゃったんですね。お腹あんまりにつけすぎて、もう9時間ぐらい食べてなかったから、いや10時間ぐらい食べてなかったから、 お腹すきすぎてもういいやと思ってた。ロコモコ食べちゃったんですよ、むくむって分かってるのに。しかもねロコモコのハンバーグとあの目玉焼きを食べた後にご飯だけが残っちゃったから、そこに生卵を割って食べちゃったの。はぁ、あ、美味しい。なんで美味しいの、どうしてそんなに美味しいの。そう、ちょっと空腹でした。だからさ、ずっとお腹が鳴りそうだなと思ったずっとグーグー鳴りそうだなって思ってました。
こんばんは。あと今日の公演の感想はね、そうだね、うん、24人以外でおもこいと春夏秋冬やるの初めてな気がします。フルでやるの24人、あの大人数のやつでは23人とかでは、23とか24ではやったことあったんですよ。おもこいも春夏秋冬も多分フルでけど、19人人数が少ないおもこいと春夏秋冬初めてだったから緊張した。いつもとポジション違ったから。そう、春夏秋冬はミニアちゃんのポジションです。ツアーの時もミニアちゃんのポジションだったんですけど、そうツアーのポジションがベースで3人、19人だから、なんか手赤い19人だから、ツアー16人のポジションに3人みたいな感じでした。春夏秋冬おもこいはもう本当に今回作ったって感じで、2番はだから初めての構成だった。2番ドキドキした、ドキドキだった。あと瀬戸内の声を2期生だけでフルでやるのも初めてでした今日は。あとはねゆらちゃんのソロ曲も初披露で、あとはなんだ、 あと少女たち用のポジションも変わりました。少女たちのポジションも変わったし、あと暗闇のポジションも初めてやるポジションだった。今までさ、私防波堤ジャンプ参加してなかったんですよ。暗闇の防波堤始まった瞬間、あのお披露目の時も9月12日の時も舞台袖にはけて防波堤をただあの舞台脇のところから見てるっていう感じだったから、今回初参加でした。無謀もなんか12日の時に初めて披露したんですけど、2期生で。けどその時はあれひな壇があったんですよ、大きい会場だから。でひな壇だった人はひな壇から降りてくる、歩きながらただ降りてくるだけだったのに、今回はちゃんとみんな振りをしておりますので、そこも注目ポイントです。もともとの本家の構成でやりました、初めて。原点も、あそう、原点も9月12日はなんか暗闇の後だったっけ、原点9月12日、そう、それで移動だったんですよイントロ。けど今回はイントロ振りがありました。だからなんかセットリストなんか同じに見えて、意外と今までやったことない振り付けとかをやってます。無謀、難しい。1、2、3、4、そうだから、ぜひそういうとこを見てもらえると嬉しいです。おみかんさん尊い、黒さん花束ありがとう、おみかんさん花束ありがとう。そう、あのね、この後無謀のサビの後、川大悟風え山エビさんになって、ピョン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 、ツツツ鼻ちょん指差し、ツツ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 ツドド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 ドポン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 みたいな楽しい。でも
踊るのめっちゃ頭使う。開く見る左回る。一二三四五六七八九。パタパタトゥルルルルトゥルルルルル。分からなくなってくるな。一サビは一二三だけど二三。ん？大サビのとこは1,2,3,4,5 で最後のサビは1,2,3,4,3,5,4 って覚えました。ダルさんありがとう。白鷺さんバケジェックありがとう。全然関係ないけどパンになる。めちゃめちゃ関係ない。パンに塗るピーナッツ、パンにピーナッツは塗りませんね。私はピーナッツ買ったことないよ。塗るタイプのピーナッツバターってこと？買ったことない。人生で多分実感もない。家にねあったことないピーナッツバターが。クロさん買いありがとう。川、太鼓、笛、山、エビさんになって、トトトト、違う、花鳥、風を待つ。ピーナッツ、これリコちゃんに教えてもらったよ。川、太鼓、笛、山。この間収録が一緒でリコちゃんとその楽屋で教えてもらいました。指立ってポン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 、指さす、トントン、鼻ちょんって。リコちゃんが鼻ちょんって言ったから鼻ちょんって覚えました。山崎さん可愛い10個ありがとう。それで豆に教えてもらったよ。でも川とかダンスの先生が教えてた。川、太鼓、笛、笛はまっすぐねって言われました。まっすぐの笛でねって言われた。いっちゃんお墓ありがとう。ペンギンお化けもありがとう。ダンスの先生がリコちゃんが教えてくれた、そのたぶんリコちゃんが作ったやつはエビさんになってとかだと思う。もしかしたらそれもダンスの先生が教えたのかもしれない。私その振りの振り入れのレッスンはいなかったから、もしかしたらダンスの先生の教えかもしれない。でも川とかは確実にダンスの先生のやつ。ピスケさん可愛いありがとう。リンタロウさん小判とハートありがとう。なんかねさこちゃんとかももちゃんといる時のりこちゃんお姉ちゃんしてるんですよね。めっちゃ普段めっちゃ赤ちゃんなのにさ、いつもお姉ちゃんしてるの。最近私が見るたびに成長を感じるもん。お姉ちゃんしてるやんって突っ込んだらなんかほんとやんって言って、いつもなんかバブバブしてるのに私に、私のね、今日もなんか私がお弁当食べてたらさ、なんか後ろから近づいてきてなんかずっと足の間に挟まれて食べてたお弁当。サイカリンいたからサイカリンに行ったらって言ったのに、なんかずっとね足と足の間に挟まれてましたね。伊藤博さんハートありがとう。今日お弁当めっちゃ美味しかったんですよ。なんかちくわの揚げた、なんかちくわの磯辺揚げじゃないなんか揚げたやつがあって、
磯辺ではない、ちくわ揚げかな。ちくわの中にチーズが入っとってめっちゃ美味しかったのよ。食べたい、またなんかいつもお話し会とかで出てたお弁当なんですけど、あのデリカセロリって書いてあるやつ。したらさ、スタッフさんがさ、いつもパセリって言い間違えるよねって言ってた。めっちゃ美味しかったちくわ。あとミートボールが美味しかった、2個も入った、最高だった。あとみほちゃんがさ、田中食品のふりかけ持ってきてた。いるって言われたけど我慢しました。田中食品さん、ちりめんパーティーでおなじみの旅行の友とか、あの卵とか、しかもねずこだった。ねずこ髪の毛ボサボサだよ、見てよ。すきやきさん、かわいい、ありがとう。ダルさん、かわいい、ありがとう。無謀な夢は喋ることがない。深夜さん、お化け10個ありがとう。サイドポニー初めてできたんよ、ついに。もうさ、昇格したらやりたいってずっと言ってたじゃないですか。だから10月のうちにできてよかった。次はアンナとリネタの生誕なので、その次はパフェの生誕なので楽しみですね。キャンピの髪の毛めっちゃ可愛かったから、私もいつかあれしよう。三つ編みのなんかこうストレートの、ストレートヘアだけど三つ編み、隠れ三つ編みみたいなやつしよう。あ、待って、みんなパセリの生誕祭申し込みあと間違った、あと2時間59分ぐらいですよ。23時59分までだよ。申し込んだかな。今10時過ぎだからあと2時間だよ。2時間弱です。当たって、なんかないかな、こうやってなんか祈る系の木みたいな、ないな、ペンで押すとか。当たりますよ、落としちゃった。当たってください、みんな待っておる。目が乾燥する今日も。美味しこんな、ありがとう、ありがとう。今日日曜日か。え、待って、今日日曜日ってことはさ、11月は月曜から始まるんですか。わお、そうなの。お、有給使う気満々です。会社の方お願いします、お願い。会社の方困るかな、有給使ったら。ごめんね、平日にあるんだパセリの生産祭。会社の方はちょっとその日はお仕事がもしかしたら回ってくるかもしれんけど、ごめん、ごめんね。自己紹介メール明日じゃないよ、何日かしたらいつも送ってるから。まだですよ、まだ作ってない。こんばんは。自己紹介はいつも3日とかに送ってます。1日に登録し忘れた方がいるかもと思って、月初めに登録しようって思って3日ぐらいまではいるかなって思った、そういう方が。だから、そう、自己紹介はそういうなんかパセリのこと知らない人にも分かりやすいように送るのがやっぱ一番の目的なので。でも毎月同じこと送ってたらいつも読んでくださってる方が飽きちゃうと思って、あのなんかいろいろ毎月変えてます。
フラさん、棺ありがとう。そう、誕生日とかだけだったらもうみんなプロフィール見たら多分わかるから、それ以外の最近の情報をね、どうにかこうにか毎月書こうってしてるんだけど、何書こうかな、次は何書こうかな。最近ハマっていることは書こう。それをさ、毎月書いても毎月変わるじゃないですか。もし変わんなくてもあれですよ、もし変わらなくても、ああまだパセリはこれにハマってるんだなって分かるから、書くことにしてる。ハマってることはもうほどいていいかな。もうこれなんか頭皮が引っ張られて痛い。身長楽しみにしてるんですか。 160.8cm だよまだ。体重は秘密。座高は分からん。あとは何だろう、あとは何でしょうね。ちょっと軽く結び直す。踊るからガチガチに結んでもらってるので、あとは何が、靴のサイズは前まで返した。でもみんな知りたくないかなと思って、別に靴のサイズ知らんでいいかなと思って書くのやめましたね。何を書こうかな。手の大きさはこれです。比較材料なんかないかな。これがペン、これくらい、ペンよりちょっと長いぐらいですね。関節1個分ぐらい手の長さです。頭皮引っ張られて痛いですよ、めちゃめちゃ。なんなら毎日同じとこで結ぶとちょっとだんだんこうやって薄くなってきちゃうから大変だ。おみかんさん似合う、ありがとう。だるさん可愛い、ありがとう。ポニーテール頭痛くなるよ多分みんな。だってもう痛いもん私も。ステージにいる間は痛くないけど、終わった後とかは痛いですね。だって毛根を引っ張られてるもんですよ、これずっと常にこうやって髪をわしづかみにされてこうやって引っ張られてるのと同じ。こんばんは。口だった。3、2、1、そう踊るからね、ガチガチにしてもらってます。ガチガチでお願いしますって言ってめっちゃ引っ張ってもらってる。踊ってる時に崩れちゃったら大変だから。あと早着替えとかでさ、服のこのところとかにこう引っかかるじゃないですか、こういうのがあったら。だからガチガチにしとかんと大変大変。ヒロさんおまけありがとう。見学は学べましたよ。でも言わんどく、私が得た知識を、私が得た知識なので、私の中でもちゃんと持っとくことにします。
だってここで喋ったらさ、他のメンバーがもし私の配信見ててさ、その知識を得ちゃったら悲しいもん。独り占めします。だって、ああ袖に投げました。え、映ってたんですか。そう、イヤリング落ちてたから投げたよ。でもあれはよくあることだよ、舞台上に何か落ちてること。お腹鳴った、ごめんなさい、お腹空いてるんだまだ。でも私のイヤリングじゃない、あの落ちてたら誰のでもヒョンって舞台袖に投げるのが普通だよ、普通なの。他のメンバーが拾ってるのを見て、あ誰かまた落としたんやと思ったら、私の目の前にもあったからシュッてやっときました。でも落ちちゃうよ、だって踊ってたらさ、耳たぶだからさ落ちちゃう。ピアスじゃないからこうやって挟んでるだけだからやっぱ落ちちゃいますよね、チェックしてても。でもそれを踏んで怪我したら大変だから、みんな舞台袖にヒュンってやってます。ヒュン持って踊ったらね大変だからね。パセリさん何の仮装ですか。もう仮装終わりです。仮装終わって帰ってきた、もう退勤後のパセリです。退勤後のパセリのコスプレしてます。みほちゃんの拾った、多分あれ、あこれなんか見たことあるなと思ったんですよ。絶対これセダミ組の誰かのイヤリングだと思って、一人ずつイヤリングのデザイン違って、あこれ絶対セダミの子のやんと思ったんよ。そしたらみほりんが終わった後にみほりんのって言ってました。だってセダミの時によくあの衣装着てたから見たことある形だなと思って、絶対誰かだなと思ったですよ。一人一人、私のやつはなんかシンプルなやつ、サーヤンのやつはなんかドライフラワーみたいな感じの白のやつ、大勢の前で言う機会があるのですが緊張しない方はありますか。私緊張しました。今日暗闇でさ、暗闇が本当に初めてするポジションで、しかもその暗闇の、 あのレッスンの日に別のお仕事で参加できなくて、立ち位置確認がそうその日にできなくて、みんなの移動とかだからめっちゃ緊張してて、大丈夫かなみたいな、大丈夫かな大丈夫かなと思って緊張してて、たださイントロでさこういう目を隠す振りがあるんですよ、目を前回、そしたらずっと左手がずっとこんな震えてて、落ち着け落ち着けって思うとどんどん震え出して、ちょっとごめん怪我してるからちょっと今心配かけちゃうかもしれない。ちょっとこれはマイクでマイクが当たってできた怪我なんですけども、多分3日ぐらいすれば治ると思うのでちょっとすいません。門脇散歩時暗闇、ユリ流してたポジか。もともと私あの誰ポジもないポジだったんですよ、番号16人に入ってないポジだったから、その16人入ってない子たちからこう繰り上げでこうはめられて行ってて、それで門脇さんポジをしました。こんなのめっちゃ震えてました。絶対お風呂痛い、これめっちゃ深いもん、なんかすっごいえぐれられてる皮が、皮膚が赤いもん。いやでもさ去年の今頃も同じとこにできたんですよね、やっぱマイクだったんかな。その時は何の原因か分かんなかったんですけど、まあ治るでしょう、唾でもつけときゃ。
ターをつけたけ治るでしょう。手を当ててたの？え、これでもリハの時だから、リハの時ですよ。これは本番中じゃないです。つばつけてみようかな。でも私はつばってよりよだれなんだよね。よだれでうちだから。メイクもボロボロ、ずっとマスクしてたんですよ、公演終わってからは。でも私の唾液は今ロコモコだからな。ロコモコの何駅でさ、ロコモコで治るんかな。治らなそう。もうお腹鳴ってるかやだ。あ、お見送りありがとう。推し変してたありがとう。ロコモコ駅でもロコモコ言えてない。ロコモコ駅つけとこうかな。ここになんかここ位置が位置だからなんか変な勘違いされそうで怖いんですよ、こうやって配信で。だから配信にもし映っちゃったたびにちゃんと説明します。なんかその時に説明した時に見てなかった方がなんかこの位置ってちょっとね勘違いされそうだから心配かけちゃいそうなので説明いたします。みんな好き、やったやった。めっちゃ良かったな今日の公演。僕恋自分のなんかね、今日自分が出た公演と今日見た僕恋が同じ日っていう、もう違う日のような感覚なんです。もう朝やって昼公演して、その後も先輩の声見たから違う日を過ごしてる感じがする。うわー、充実してるな、充実してる。お、家に着きました。お帰りなさい、お疲れ様。お、 MVP やった。じゃあ更新しよう記録、毎日 MVP 目指します。 MVP。 そう、先輩もコスプレした。え、マイキューさんのコスプレがめちゃめちゃ可愛くて、写真撮ってくださいって言いたかったけど緊張して言えなくてずっと見てた横までずっと見てた。なんかマイキューさんとダンスの先生が話してて、で私その横にいたんですよ。横のソファに座ってたから、あ、行こうかなと思ったけど行けなくてずっと横目で見てました。あー、いいコスプレだわと思って、ナースいいわと思って見てましたナースじゃなかったっけ。お腹グーグー鳴ってる、ずっと。なんかこの団子の形が気に食わなくてめっちゃ結び直しちゃう。もうよかったよかった、今日は本当によかった。もう私はね、サラちゃんがもうサラちゃんとジョーさんが絡んでるのを見るたびにニコニコしてたから、あ、いいね、よかったねって、あ、よかった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 って思って見てました。なんか出てきちゃった、これが。あ、そう、矢野さんのツイートに載ってます。私、矢野ほのかさんの昨日の動画に載っておりますのでぜひご覧ください。あの、お話し会終わって楽屋戻ったら、パセリちゃん、ちょっと写真動画撮ってもいいって言われて、お弁当食べてるとこ撮られてたから、しかもなんかずっと撮られてたから緊張して、なんかトマトの説明とかしちゃったあれカットされてるけどカットされてるんですけど、結構編集してくださっててギュッと。けどトマト食べます、トマトですって、めっちゃトマトのさ話をしてるのが映ってた。でもトマトの後にさナースいたから元気出た
ナースいた、コンプラナース。よかったわよかったよかった。ナースよいよい、ナースは誰がやってもよいね。美穂のナースも良かったもん、昨日のサークリンのやつ。ユナーの格好がさ、あのコスプレがさ一人だけノースリーブで寒そうだった。しかもあのリコちゃんが多分グッズ撮影で着てた、あのめっちゃ派手なピンクとかのカラフルなやつをユナーが着てて私とさ自撮りしたんですよ、二人でツーショット撮ったんだけど、もうテンションの差がすごかった。私なんかツイッター載せたあの緑のちょっと落ち着いた感じのやつだったんですけど、ユナーなだけはパーティーガールですごかった。アンナちゃんのコスプレも可愛かったな、昨日じゃないよ今日、昨日も可愛かったけど今日のやつ似合ってた。パセリさんはナースはお話し会でします。まだ買ってないけど、どういうナースにしようかな、どんなナースサヤウサギだった。なんかしかも肩出てたもん、ここのさなんか肩のこの部分だけ出てて、写真撮りました、この部分だけの肩マニアって言われてた、撮っちゃって目の前にあったからね、ここの肩の私がここにいたここにあったから撮っちゃいました。ドアップでもあげません。私が夜な夜なサヤの肩をこうやって見て寝る、私用です。ほんとかわいい、みんななんであんなにかわいいんだろうか、アイドルって。やっぱアイドルっていいよね。私も今日アイドルしてきたんです、実はこう見えて。もう楽しかったな、もうリネちゃんの、ね、お見送りの時リネちゃんのねなんか悪魔の羽がずっとずっとパサパサ当たってずっと笑ってたもんずっと当たってると思って、もう私が当たるから申し訳なくずっとなんかずれてて、多分私に当たってユラちゃんに当たってたからずっとずれてたんですよ、めっちゃ申し訳なかった。だ終わった後になんか「ほんまごめんな」みたいな、「パサイとユラちゃんほんとごめん」みたいな謝ってきたんですけど、いやこっちこそごめんって感じだった。めっちゃ飛び立つんじゃないかってぐらい羽がずっと揺れてました。似合ってました。ももちゃんのコスプレも可愛かったな、バナナが一番可愛かった。もうバナナなんかサビに入る前の1サビに入る前のターンするももちゃんが好きなんよ私。ターンするももちゃんばっかり見ちゃう、かわいい。バブバブみんなバブ。明日むくみそうだな、ロコモコ。どうしよう、今からさなんかめっちゃ踊りまくらんといけんかな、もう無理だ、夜だもん、寝る時間だ。半まで配信しよう、あとちょっとしかない。バナナ可愛かったな、バナナバナナ。トゥ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 、あれいいよね、かわいい。つけたり取ったり外したり、ん？つけたり取ったり外したり、なんで3個ある？結んだり外したり。私ってこう見えても結構大人だよ。もう本当に私がもしももちゃんのポジションをしたらさ、本当なのよ、こう見えても結構大人だよって。そうなんよ、もう最年長なんですよ。
グラマーではないけど、中級者でもないけど、まだまだお子ちゃまだわ、見えを待てるよじゃベイビー、家に帰りなさい。いいね、あの衣装着てみたいな、バナナバナナ。あ、これいいじゃん。なんかちょっとなんかタコね、タコみたいなんだけどね、タコ飼ってるんだけど、右後頭部で。まあ日暮らしそうね、16の夏だし、サングラスデイズは18言ってますし。安部さん可愛いありがとう、ダルさんいいなありがとう、おみかんさん可愛いありがとう、福ちゃんタコありがとう。はなんかもうタコをもらうために言ったみたいになっちゃう。違うんです、たまたま偶然生まれたタコです。おみかんさんタコ、川上さんタコ、山崎さんタコありがとう。まとめてたこ焼きにしちゃいます、ありがとうございます。たこ焼きこの間食べたんですけどめっちゃ美味しかった。今日なんか眉毛やっぱなんかいつもなんかいつもよりなんか上がってる、いつもよりなんかいかつくない、こう上がってる気がする。タコ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 、タコ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 タになっちゃった。こたつ、あーこたつでみかん食べたい。守っているその顔がこたつの匂い。いーちゃんハートありがとう。そうそう終わりますかな、お風呂に入ってあの溜まりますかね。ちなみに今日はですねダルメシアンを履いておりました。ダルメシアンだったよ、タコメシアン。タコメシアンってなんか美味しそう、タコメシ、イカメシか。いっちゃんお疲れありがとう、ありがとうスタンプもありがとう。もう頭にといっても私シャワー派なんですよ、年中困ったことに。なんかねお風呂にさ湯船に溜めたらね長居しちゃってお湯冷めて出るのが寒くなるからシャワー派なの年中。だから温まるのも一瞬です。シャワーシャワー、あートゥ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 ルトゥ、それは中を見せようと思ったけど無理だった。山崎さんお疲れありがとう。昨日もね日付変わる前に寝たんよ、ちゃんとみんなと約束守ったよ、偉いでしょ、偉いですか。今日はもう楽しかったからねハッピーです。でもまぶたがね結構もううんーなってる、うん、あ白目ちょっと向いちゃったか、もうまぶただからもう今日も多分さ多分もう日付変わるまでにね。そうジロ君サルありがとう、クロさんありがとう、スタンプありがとう、デザイズハートさん花束2個ありがとう。寝ようみんな、明日からみんなねお仕事とか学校とかあるから早く寝るんだよ。ゲームとかテレビとか YouTube 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 とか見ちゃダメだよ、私みたいにね。 YouTube はもう一番危険よ、
テレビはさ、ある程度の時間になったらだんだん放送がなくなってくるじゃないですか。でも YouTube は一生あるんよ、一生見続けられるんよ。あれは大変よ。関連動画が出てくるんだもん、見てくださいって。うん、七並べはいいですよ、たくさんしてください。ってください、私のお父さんと滞在してください。私も余韻ひたひただから多分寝れない。公演の日寝れないんだよね、楽しすぎて。ずっとなんか YouTube とか見ちゃう。もう人に言えないんですよ、私って本当に。ああ今日は幸せだったな。ファンの皆さんがすごいペンライトたくさん振ってくださったし、ねえ、お見送りもあったしね、楽しかったな。夢みたい。なんかもう私が今見えてる部屋の景色が夢みたい。もうなんかもうさ、世界が違いすぎてびっくりするよ。今見てる景色さ、ベッドとかテレビとかテーブルなんですよ、網戸とか。急に現実なんですよ。どういうこと？今日はアイドルしたアイドル見て今現実って感じ。アイドル見るのも楽しかった。私やっぱアイドル好きだな、多分一生好き。アイドル、カピバラミキアさん、バラありがとう。楽しかった、みんな。よかった、それは楽しかった。楽しかった、うん、あーごめんなさい、また今日も盗聴見せちゃった。今体育座りしてんの、ほらずっとこれなんだの。なんかあ、これは、ね、昨日からずっとここにいた。これ今日の朝履かなかったから、ちょっと体育座りしてました。こうやって話してたよ。だからこうやったらみんなにさ、つむじ頭皮見せちゃった。うん、そういつもこうやって配信してる、だからいつもこうやって話してる。やっほー、いっちゃんかわいい、ありがとう。そう、座布団今引いたらんか、ここにね、あるんよ、収納しとんよ。どっか行っちゃった、なかったです。なかったです。あー楽しかったな。なんか骨がバキバキ言ってた今。フローリングめっちゃ痛いですよ。痛いよ、いつもだからすぐ足がしびれて。普段はこうやってお姉さん座りみたいなで喋ってるから足しびれちゃって、最終的にこれになる。このズボン可愛くないですか？色気に入ってるんです、このテロンテロンのズボン。絶対今日着ようって決めてたんだ、2周年だから STU っぽい色を着ようと思って。で上は長袖、寒いから長袖です。なんかお花のプリントの長袖を着てます。
ロテロがいい。なんか締め付けられなくていいんですよ、これ。でこれの青と緑があと2個ある。同じやつを買ったの。最初緑買ってめっちゃいいやんと思って買いに行ったら青もあったから、じゃあ青と緑もう1個ずつ買おうと思って、それを履いてるの。よく便利ですよこれ。しかもさ、こういう薄い生地やったら洗濯するときに幅を取らないじゃないですか、傘を取らないからいいよ。そればっか履いちゃう、踊りやすい。これはみんなもぜひおすすめ。どこで買ったかは言いませんが、こちらは500円でしたのでおすすめです。なんか値下がりしてました、セールで。季節の変わり目セールで値下がりしてました、某ユニクロの方で。ニーキュッパみたいな、ニーキュッキュが500円なんだ。おすすめです、履きやすいですよ。2990円からの500円はなんか絶対おかしいもん。なんどういう値下げの基準なんですかあれ。季節の変わり目で買ったけどさ、夏にこれ。でも冬でも私履くつもりだからさ、私四季ないよね多分服に。レッスンの時は半袖だし、四季ない人、日本生まれなのに四季がない、悲しい。その分食べ物で四季を感じているもん。四季折々って言うよね。私終わりますって言ってからさ10分ぐらい配信してるね、嘘つきになってる今。やばいよね値引き、ありがたい。終わりますって言ったけど終わりませんでした、すいません。まあ10月最後なのでね今日は。まあでもそろそろ終わろうと思います。あと今が何分だ、40分ぐらいよね今。40分多分ぐらいなので45分には終わると思います。私ってこう見えても結構大人だよ。ツイッター見ましたか？ツイッター見てくださいね。メール見てね。あ、待って、おやすみメール送れね。過ぎてるじゃん。もう。もうバカ野郎、パセリのパセリのバカ野郎、バカタレ。私のあのニヤニヤメールで終わりじゃん今日。ニヤニヤメール見てお休みするの気の毒だわ。気の毒だ。匂わせニヤニヤメールで終わるんだ今日は。うわ、前歯メール、え、嬉しい。前歯のせるか迷ったんですよ。でも出てたから前歯、あ、前歯出てるわと思って送りました。前歯、前歯びっくりマークびっくりマークびっくりマークみたいな送りました。前歯、10月終わるね、昇格おめでとう。パセリ昇格1ヶ月おめでとう。ああよかった、10月楽しく終われて、明日からも楽しい1ヶ月にしようね。
だってさ、11月だったらさ、誕生日クーポンとかめっちゃもらえるくない？私誕生日クーポンとかさ、いっぱいありそう楽しみの基準がもうそこになるやったね。どこ行っても誕生月ですって言える。やったー。身分証忘れずに持っていこう。みんなも忘れずに、生誕祭来るときは身分証忘れずにだよ。福ちゃん、拍手2個ありがとう。わーいわい。え、サーティワンさ、今日からなんか新しいの始まってますよ、キャンペーンみたいな。なんか4つ E パックを買ったら1個もらえるみたいなやつ気になってるんですよね。え、あと11月のやつをさ全部食べてみたいからさ、それにしようかなと思ってた。そういえばもうスクショした。ねえ、スクショと思い出して、ね、待って、めっちゃ喋るよ。待って、45分合ってる待って待って、大丈夫、あと 1,2 分ありますかねえ、私のお母さんさ、スクショのこと縮小って言うんだけど、縮小が正式名称なの？あの、なんか縮小しましたって今日送られてきて、縮小って何と思って、縮小カタカナで縮小絶対スクショのことだろうなと思ったの。縮小、そう、縮小、縮小したよって。教えた方がいいのかわざとなのか分かんなくてさ、スルーしちゃった。でもこうやってあのたくさんの人が見てる配信で暴露しちゃった。一番最悪のやつだよね。人の前歯に青のりとかついても言わないで、後でさ、なんかこう恥をかかせてしまうタイプのやつじゃないこれって縮小。なんかずっとなんか実家にいる時から縮小って言ってるなって思ったんですよ。でも今日文字で来たから縮小が、あ、縮小って言ったんだなと思って、あ、縮小と思ってるんだと思ってはい、以上です。今日の話はこれで以上です。縮小暴露したから終わろう縮小、え、多分植林ショットと思ってるから縮小って言ってるのと思います。縮小、みんな縮小って言ってるけど縮小じゃないよ、縮小だよ。テロップに書こう、縮小です、こちらです。テロップをご覧ください。縮小です。田辺さん、会ありがとう。じゃあ教えよう。この後さっきね、配信中にもう帰った、落ち着いたって聞いたから、あのね、言いづらいんだけど、縮小じゃなくてスクショだよって言います言いますね。それ言ったら寝よ、それ言ったぐらい入ったら寝ます。縮小、じゃあ終わるね、本当に。ああ、今日も嘘つきになっちゃった。終わりますって言ってから45分じゃない、15分だ。はい、寝よう、みんな寝る時間だよ、早く寝よう。誕生日見ます、いきます。10歳福ちゃん、12ジロくん、11おみかんさん、10位黄金騎士さん、9位ひりやすみさん、8位だるさん、7位とにさん、6位かめさん、5位くろさん、4位ゆうたくん、3位やすべえさん、山崎さん、1しんちゃんさん、ありがとうございます。みんなありがとう。じゃあ今日も世界中の皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。世界中のみんなと大きさん、おやすみ。
バイバイ。バイバイ。